なかった。何にしようかな。ちょっと曲をカンニングするね。ちょっと聞くのは好きでめちゃめちゃ聞いたことあるんですけど、歌ったことがないから、そのちゃんとできるかわかんないけどやってみますね。今日は AKB さんの曲だけど多分皆さん知ってると思う。カポは4です。
トロは飛ばしてます。ちょっと一旦 A メロからね。聞いた方が分かりやすいかな。あれ間違えた、微妙かね。昨日はカイニャさん、おめでとうございました。こちらこそ、あの一緒に配信ありがとうございました。お邪魔いたしました。頑張ってください。たい焼き弁当今行きたい練習してるので、ちょっとコメントがあんまり、ね、読めないのでね、すいません。ちょっとなんか細かい音程がとかリズムが間違ってると思う。
進むだけだだった。オリジナルで。これぐらいの、ぐらいの速さ、速だった。めっちゃ速かった。さあ、それでは、7時になったの、今日の成果の時間です。あれ？遅くない？せーの、ありがとうございます。おはよう、パチパチ、ありがとうございます。今朝も可愛くのお仕事できます。お、いってらっしゃい、頑張ってね、お仕事。はい、ティンです。いってらっしゃい。はい、おはよう。はい、それでは通常配信スタートです。おはようございます。おはようさんちゃん、今日はおはようさんちゃんということは公園に行ってくるんですね。いってらっしゃい。おはようさんちゃん、パチパチ、ありがとうございます。おはよう、改めて、おはー、1231人の会社、ありがとうさんちゃん。暑すぎてギブです。 Give me five、 ちょっと意味が変わってきちゃう。ギブですか、やばいですか。改めて、おはようさんちゃん、1231人の会社、おめでとう、ありがとう、ポポーポポー、ありがとう。こちらこそ、おはようちゃんなんだよね。なんか泣かなくなっちゃったよね、ハートさん。泣いてもいいんですよ、もう公認なので。みんな、おはようちゃんなんてやねん。たいやき、たいやきじゃない、ダムシャンコーナー、ありがとうございます。そしてたいやきもありがとうございます。ちょっとギター配信中だったから簡単になっちゃってたけど、ちょっと改めて、昨日はね、カイニャンさんと
お姉ちゃんとコラボ配信でした。はい、ありがとうございました。かーにゃんさんのファンの方もありがとうございました。すごく楽しかったです。なので本当に昨日はね、楽しくって2人で配信できて嬉しかったです。お邪魔いたしました。かーにゃんルームの皆様、そしてあのたい焼きイベントでピンクのたい焼きをかーにゃんさん今集めてるんですよね。だから昨日かーにゃんさんのところにたい焼き差し入れに、はい、行こうねって言ってみんなで言ってたんですけれども、親子ファミリーとナイスたい焼きを差し入れしに行ってくださった皆様もナイスたい焼きです。はい、ナイスたい焼き素晴らしい、ありがとうございました。本当にたい焼きね、頑張ってください。かいにゃさんのルームの皆さん、皆さんたい焼き頑張ってください。おはようちゃん、なんてやねん、だるまちゃんがこんな、ありがとうございます。今日もかいありがとう、 Thank you。 あ、ピンクたい焼き、そう、このたい、ピンクたい焼きです。ありがとうございます。このにも目覚めは、目覚め今日はね、グググーかな、今日はね、スッとめっちゃパッと起きたのかな。めちゃめちゃパッと起きてパッと動いたっていう、めちゃめちゃこういい感じでしたね。いい感じっていうのも通り越すぐらい、とにかくパッと目が覚めました。おはようございます、おはようございます、おはちゃん、おはよう、ありがとう。それでは改めてご挨拶、かなちゃん、おはファイブ、おはファイブ、 Thank you。 中西さん、長崎に、長崎どちらかにあったんですけど、どういうことどういうこと、長崎、なんかイーサさんのね、 YouTube のくだ、なんかお互いの見てる好きな YouTuber さんの話になったんですよね、昨日のコラボの配信の時に。で、同じなんだよねって前話したから、そう、同じ人がね見てるねっていう話をしたんですよ。でも最近はカノンはある女優さんも見てるんですよっていう話をして、そしたらみたいな、カヤさんが一緒かもしれないってなって、そうで、YouTuber さんって挨拶があるんですね、動画の始めとかに。結構それをやってくださったんだけど、そこではあれ違いましたって、同じじゃありませんでしたってなったんだけど、結局同じだったっていう。なんかリーサさんの YouTube でございました。あのくだりもなんかワイワイしてて、とってもとっても楽しかった、大騒ぎだった。やっぱちょっと公演終わりでテンションも上がってたから大騒ぎでしたね。ヨンティアンおはようだった、なんでやねん、ヨンティアンどこよ、もう、おはようございます、改めてはひゃほい、ありがとうございます、おはよう、たい焼き、ありがとうございます。まだまだね集めてると思いますので、かいにゃんさん特にピンクたい焼き差し入れしてくださいね。今日は中尾ちゃん生誕祭だからか、ね、エースってことだね、チームエース、おめでとうございます。かみちゃんおはよう、衣装忘れるなよってね、本当に気をつける、衣装忘れたらパジャマみたいな感じで。あー、皆さんとトーク会、あ、トークじゃない、ツーショット会になっちゃう、ダメダメ。おはよう、今日も無事波乗りたいし、用意しました、今日もあなたはいい波乗ってんね、ありがとうございます。あとメガネもね、そう、忘れないようにしなきゃですね、制服の時に。おはよう、橋が走る、あれは意外と好きだけどね、このままね、橋が走る、皆さんもよかったらやってみて、暑い時とかに。おはようさんちゃん、ハートありがとう、おはよう、箱場にあったろ、ありがとうございます。おはよう、ハートありがとう、おはよう、昨日はね、そう、鉄のありがとうございましたですね、なんて言ってもありがとうさんちゃん、どうぞどうぞ、
ありがとう。はいよはいよ、目指せグランプリありがとうございます。本日ギブミファイブみたいな好きバンドでしたパートナー、何をやらせていただけるかな グズロディさん、ギブミファイブのこのミュージックビデオホックドラマやってたな。演技のねパートというか、大丈夫ですけどドラマやってほしい。確かになんかその演技パートっていうの、あの AKB って感じしますよね。ミュージックビデオの演技パートがっつりな感じが。誰かさんが苦情言った泣き声を少し控えさせており、あ、そういうこと、素晴らしいご配慮でございますね。カイネさんのファン連れ、カイネさんのファンを連れたかわかんないけど、これからも仲良くしてください。おはよう、パチ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 ね。たい焼き、ほんとナイスたい焼きです。遊び以外で名古屋に泊まったの何十年ぶりやった。あ、ほんとにカイネちゃんと弁当一緒でもぐもぐしとペンキたい焼き新配信。あ、そう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 、差し入れね。お弁当も昨日も美味しかったです。おはよう。エスキングギブファイブの前世ってことあの知ってる？知らない。バラの花束とバラありがとうございます。ねえ、に頑張ってください。水スイッチアロハカノン、手伝いありがとうね。クマちゃんのツインテールのとかさん、最初からメロメロで、あ、ねえクマさん気の高かったですよね。手伝いも本当にありがとうございました。昨日もサイリウム紫白ピンクを振ってくれた皆様ありがとうございました。おはよう、はやさちゃんハートありがとう。はよう、ちびさんベースやってたんですか？おー、かっこいいですね。ハートありがとう。はよう、ハートありがとう。ググありがとうございます。大変ありがとうございます。おはよう、おはよう。名古屋博なのに、まきちゃんもな、きむさんちゃんも迎えに来てくれへんし、寂しかったです。あ、ごめんよあ、ごめんよ、ごめんよ。たい焼きありがとうございます。寝起きが最高の才能校でした。なんかね、最高というか、なんかそれによってなんかかのがめっちゃ嬉しいとかはないんだけど、めっちゃパッて起きたの。パッてびっくりするぐらい。いつもだったらあって感じでなしけど、起きるのが今何時なんだみたいな、あと5分寝ようみたいな感じだけど、今日はパッて起きた。パッてもうスッと体が起こして、おはよう、モーニングタコガール、おう、タコガール、グッドモーニング、 Yes I'm タコガール。夜になったらねタコに変身します。おはよう。今日は全国的に真夏日、いや一部猛暑日になるよね。日焼け対策、熱中症対策をしっかりとね、本当にしっかりしないと。本当にさ、日焼け対策ってなんでこんなにあのちょっと面倒くさいって思っちゃうんだろう。なんだろうな、やらなきゃなって思ってるんだけど、なんかね、一つ塗るっていう工程にこう踏み出す一歩がなかなか。おはよう、おはよう、ミュークエン大好き、成功だったって聞きたかったに、投げ中なんて積極切るわ、あ、ざそうだ投げ中かと思っちゃった。あ、ここで、あの、じゃあお返事しますね。大好きは成功でした、おめでとうございます大好きなのチャレンジ成功、おめでとうございます。あれ何回あるんだろう、大好きなのチャレンジって。最初と次と戻ってからと、もう一回と、4回かな。だから全員にはできないからさ、もう本当にチャレンジなんですけれども。おはよう、たい焼きありがとう。みきちゃんがまんまでかむちゃんとみやちゃんと水ショットくれたよ、だってありがとう。よかったね、いいねありがとう。おはよう、本日、あ、みきちゃんのね、昨日あの、はい、コラボ配信中にあのみきちゃんがポストにあげてくれてるよって教えてくださったと思うんですけど、いいね、いい、見つけまして、いいねしました、いいね、載せてくれてたね、スリーショット。おはよう。そう、もういいね、誰がいいねしたか見えないから言わないと分かんない。
戻ってきたら白餅お願いします。ああ、わかった。もう一回戻ってきたらちゃんとするね。それだけ見つけちゃった今吹き出しコメントで。ありがとうございます。本当は今日の朝ゆっくり自宅で見て、なぜか新幹線の中におるだって。おら、忙しいね。新幹線でありがとうございます。ガタンゴトン。新幹線はガタンゴトンじゃないわ。おはよう。あ、こみんないたい。ありがとう。なっちゃってちょん。あれだ、あの、カステラニャンだ。カステラニャン。おはよう。ルカちゃんと鈴木先生、そしそしやで。もう最高の、最高の独り占めだったよ。サンティアゴ大好きだよって。ルカさんに言われちゃった。だからもう、皆さん羨ましいでしょ。でもやっぱカノンがだけがあの可愛いルカさんのあの何セリフ萌えセリフをいただくのはやっぱ申し訳ないからさ、皆さんにもお裾分けというかお届けでした。カノンちゃんおはよう、さんちゃん遅れてすいません。あ、全然だよ、ありがとうね。おはよう、 Thank you、おはようございます、おはようございます、ルルお父さんちゃんどうも、おはよう、おはよう、みかんありがとう、ゆみはじゃじゃん、ありがとうございます、ゆみはありがとう、今日も素晴らしい、ありがとうさんちゃん、どうぞどうぞ、昨日クラゲヘア可愛かった、さぐちゃんとちょっと取れてないの、なんかね、あのそう昨日はなんかお写真公演終わった時とかあのみんなで撮ってたんですけど、あの結構ね誰かとあの撮ってる間にみんなお着替えに行っちゃって、ああみたいな、撮りたかったですっていう、はい、メンバーがたくさんいまして撮れてないですね。鉄のなら自己紹介をどなしてもそんなことしなくて大笑いしてね、ありがとうありがとう、お笑いしてくれて嬉しいです。はやさちゃんはくまーだって、あ、もう行って今は行ってるよね、行ってらっしゃいしてるの、ありがとう、魚群って言ってな、面白いね、魚群ちょっとカノンすごい聞き間違いをしょっぱなからしちゃったけど、なんだろう、そろそろ末時刻だからまたね、今日も水分補給して一日ファイティンだよ、だあファイティンだおだって、ファイティンだよ、安全運転で行ってらっしゃいです、水分補給大事、本当に本当に大事、なんかあれ言うじゃないですか、なんか外で汗かいてる時とかはもちろんだけど、あの部屋の中でもさ水分取らないと熱中症になったりするから気をつけてくださいね。お、ひみくまちゃんありがとうございます、ひみくまちゃんしっかり目に焼き付けときます、ありがとうね、ゆめこちゃん、いや86ファミハムファミリーやんになりたい、間違えた、これは車のファミリーやだって、あっえ車役目になりたいだってなってよー、のっちおはようさんちゃんだって、あ、おはようさんちゃんのっちのっち、あ、そうそうそう、今日ねちょっと前の配信から話に出てたプレゼントを受け取ったよっていうお話があったと思うんですけど、今日紹介できたらなと思っておりますので、もう早速しちゃおうかな、コメントを読みつつ、お仕事行ってくるね、だって、あ、そう、これ見つけたコメント、帰ってきたらおはくまします、おはよう、おはよう、ほんと一個だよね、お見送りで最高列の自分見つけてくれて、みんな泣きそうやって、ねえ、本当にカイニャンさんって何、本当に素晴らしいよ、なんかカノンがやっぱ年下だし、なんか言うのはちょっとなんか違うというか、どうやって伝えたらそれが伝わるか分かんないけど、本当にあのいい人って言ってもなんかちょっと距離を感じるし、いい子っていうのもなんか年齢的にカノンが言うのもちょっと難しいんですけど、本当にハイニャンさんってそういうとこですよね、素敵ですよね、目指すグランプリありがとう、おはよう、うん、お受験さんおはよう、ありがとう、ということで、なになに、たく
さん書いたのに、ね、新幹線移動中なのに寝ましたって。あ、寝てください。寝てください。初見さん、初見です、ありがとうございます。さんちゃんです、よろしくお願いします。おはよう、おはよう、さんちゃん、お仕事行ってくるね、今日も頑張って。ほう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 、いってらっしゃい、頑張ってね。皆さんさ、コラボ配信の時に無茶ぶりのコメントがすごいのよ。ちょっと無茶ぶりのコメントがすごいのよ。もう多分反対側にいたから勘違いだと思う。大好きくれましたか、だって。でででででで、ね、でくれました。くれました。勘違い、そんで難しいよね、あれ大好きって。近くに同じ推しよ、カノンだったらカノン推しの方が近くにいたりとかすると難しいんだよね。でも気持ち的にはもう皆さんに大好きを届けてますか。はい、おはようさんちゃん、おはよう、今日もさんちゃん、ちんちゃきよ、おーちんちゃきよ、こんばんよ、ちんちゃさんも、ちんちゃきようよ、いや、きようよ、きようよ、and ゆっ、ゆっ、ゆっだー、ゆっぷだー、ゆっぽよーか、ゆっぽよーって言うけ、おはよか、じゃあなんか私初期ね、聞いたことばくらし、あ、そう、昨日はなんか結構イレギュラーなメンバーだったじゃないですか、珍しいメンバー構成だったじゃないですか、手をつなぎながら公演。そうだから衣装がカノンがいつもの着てるやつじゃなくて、お腹が出る衣装だったのよ。そうだからウェーってなったんだけど、優しい優しい春さんが、そう、交換してくれたんです、交換。さあ、ちょっとじゃあプレゼント紹介をしていこうかな。ぐずりおじさん、横になりたい、ありがとうございます、おはよう。33度、さんちゃん、さんちゃん、さんちゃん、暑いね、おはよう。戻ってきた、 OK、 了解です。 X の犬ね、見れなくなっちゃったね、本当に。多分昨日でみはるん、るかちゃんと最後の公演でした。みんな可愛かったね、本当だよ。はい、つん、シャワー終わり、ハートありがとう、おはよう、たい焼きもありがとうございます。今日からるかさんのコチンファンクラブ申し込み始まるんだけど、あ、本当ですかね、サンティアゴ大好きだよ、ありがとう、おはよう、お成功で、あざとい、と自分で言う自信がない、ね、そう、難しいのよね、可能的に。100キラ完了、ありがとうございます。画面が中に気になって、ここはい、ここちゃん、 DM のアーカイブはカットされてなかった、え、ちょっとまだ確認できてない、大丈夫かな。おはようございます。折りたたみ傘持って行った方がいいかも、週末雨降るようだから。あ、そうなんですね、おはよう、ありがとうございます、教えてくれて。じゃあ行くよ。じゃあまずね、あのお手紙も届いてて、あ、まずね、どうしようかな、プレゼントから行こう。見て、じゃじゃーん、じゃじゃーん、こちらのかわいい、かわいい、オルメルちゃんだったっけ、オルメルちゃんだよね、これオルメルって書いてある、オルメルちゃんの巾着袋です、かわいい、イエーイ。ちょうどね、今ね使ってる一つの巾着袋がね、スヌママが昔買ってきて、あ、もらっていただいたの、買ってきてくれたか、このやつがね、ちょっとだいぶ年季が入ってきてるので、こちらに交換しよう。かわいいでちゅねー、かわいい、ふく、ふ、
ウクレレかな、ウクレレ弾いてます。あーかわいい。こっちの見てよ、マメルちゃんはふんって顔してます。ふんってかわいいですよね。ありがとうございます。そしてそしてこちらちょっとじゃあこっちに、ありがとうございます。かわいい。あの本当にさ、カノンのカバンの中さ、プレゼントでいただいたものとか、なんかたくさんでさ、そのファンの方とかメンバー先輩方や、そう姉ちゃんとかからいただいたものとか、なんかすごいいただいプレゼントでたくさん充実してる。ありがとうございます。おはよう。そう無事届いたよ、ありがとう。そしてそしてじゃあこちらこちら行くかな先に。じゃあじゃじゃーん、ちょっと、ま、開けるわ。おはよう。今年もサマステ出演が決まった選抜なんだけど SK として、はい、サマステいろんな方に SKE の夏を感じてもらいたいですね。じゃじゃーん、続いてはねこちら見てー、かわいいカチューシャ、かわいいカチューシャです。すっごくラブリーなカチューシャだよ。ちょっと今はさ、どうする、つけてもいいけどちょっと似合わないよ今は。今はね、今は今はだってドスッピンだから。それはもう自分の頭の中でメイクしながら見て、カノのこと。じゃじゃーん、かわいいでしょね。あ、これでいいか、かわいいでしょね、ラブリーでしょね、ラブリーちゃん、かわいいでしょね。ちょっとまたメイクした時につけたいですね。ちゃんとメイクしておしゃれした時につけたいと思います。ありがとうございます。かわいいね、パールがついてる、パール、かわいいでございます。ありがとうございます。そしてそして一緒にシュシュも入っておりますね。本当にたくさんありがとうございました。こちらじゃじゃーん、こっちはね結構大人っぽシュシュ、大人っぽシュシュ、さくらんぼみたいなね、かわいいね。じゃじゃーん、こんなんもう女子力じゃん。女子力じゃん。さんちゃんが女子力アップしちゃうよ。かわいい秘書ですね。ありがとうございます。これはかわいいよね、本当に。大人っぽい。これに似合う服が、顔が持ってるかが心配ですけど。でも本当にさ、あのこれとかさ、これとかさ、この前マキコさんとほのおさんとまやさんにいただいたあの水玉のワンピースとさ合わせたら可愛いよね絶対。こっちだともうちょっと甘めになるし、こっちだと大人っぽくなるし、可愛いに合いそう、あのワンピースに。コメントがね、いやコメントが遅れてて読めてないんだよね。皆さんがどんな反応してくれてるか、大変大変。ビュンビュンビュン、ね、聞こえたんか。これはもう地図になるしかなるしかないね。ありがとう、もちくものちか大好き、おしいだって大好きなの、あなたのことね届けたいよ。パンさんさパンとか昼の誘って朝マックに行ってきて、2人とも眠る。朝マック？朝マック食べたいの？2人は。
チームインだからメンバーはインスタインスタあーミック大焼き職人さんありがとうございます。大富豪の対戦回数が 46,000回に達成しました。たくさん素晴らしいです。かの何回ぐらいなんだろう。大焼きありがとうございます。おはよう大焼きありがとう。ガラちゃんもダンス目になってお腹出しすぎてブイブイ言わせない。あ MC でねありましたねおもろい本当におもろい。たい焼きありがとう。くずりおじさんありがとうございます。たい焼きありがとう。そしてねかわいい髪留め髪留めちゃんもねいただきました。カメ丸じゃないよカメ丸じゃオルメルちゃんじゃじゃん。こちらはこういう感じになってるやつ。ここにつける人あんまいないけどちょっと見やすいからここにつけてみるね。どうどうですか。うん、やっぱここじゃないな。こことかじゃなくてこっちの耳上とかちょっと今セットしてないから何とも言えない感じになるかも。じゃじゃーん、フェリーケータかわいい。これもでもちょっとこう綺麗めだよね。キュートキュートじゃないな、ビューティフォー、やベリーフォー、綺麗めお姉さんになっちゃいます。イエーイ。やっぱパールってなんか大人感出ますよね。お上品な感じが出る。パールっぽいのついてると。じゃあこれもつけたまま。とりあえず進行。進行。そしてそして、まだまだあってですね。本当にたくさんありがとう。なんと、こちらのサンリオちゃんの、サンリオってこの袋から可愛いよね。いっぱいついてる。袋に入っているのはじゃ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 ー、さゆりちゃんグッズです。さゆりちゃんグッズ、そうなの、カオのサンリオの推しめのさゆりちゃんグッズ。さゆりちゃんマハンギョドンとさゆりちゃん、マハンギョドンのグッズといってもあれなんですけど、やっぱカオにとってはさゆりちゃんグッズです。こっちが推しだからね、さゆりちゃんが。びっくりした、反転して。あれ？反転してコターって書いてあるって読み間違えたって言おうと思ったら、本当にコターって書いてある。どういうこと？別に、あ、よく、あ、縦書きってことか。縦書きだから、ターゴか。え？コタやん。タコシン。さゆりちゃん、うっありがとうございます。さゆりちゃんのグッズはね、昨日カイニャンさんとの配信でもあってたけど、なかなかさゆりちゃん単体グッズっていうのはないんですから。そう、あ、難しいですよね。そしてそして先ほどちょっと見えたもう一つは、これはでも単体にもなる。じゃじゃーん。ヘアクリップ？ミニヘアクリップです。かわいい、なんかすごい。さゆりちゃん。なんかすごい。タコシャウインナーみたい。ちっちゃな。ちょっとこれさゆりちゃんつけるから撮らせていただいて。外し方間違えた。おはよう、たい焼きありがとう。チキありがとうね。たい焼きありがとう。あ、似合ってる？嬉しい。ありがとう、ガチュッシャ。嬉しい。似合ってます。嬉しいよ。はやちにさんちゃん、ありがとう。たい焼きありがとう。あ、曲のね、エブリデイカチューシュとポニーテントシュシュ、
そう考えたら本当に名曲だよね、あの本当に名曲だよね。こちらに入れて、これさ、このピンの使い方いまいちよく分かってない。これどな、え、このピンの使い方本当に難しいのよ。可愛いからこれにしよう。お耳ちょ頭にさゆりちゃん、可愛いさゆりちゃんです。これでいいかな、一回今はこれでいいよね。さゆりちゃん、頭にさゆりちゃん、ナイスセンス。はい、焼き、あ、たくさんありがとう。好きや、ありがとうね、好きや。はいよ、もやしクラブプリン、今日も解散ちゃん、ありがとう。チュ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 、みたらしだこお腹空いてるね、おはよう。じゃ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 んじゃん、おしめん、カロンのサンリオのおしめんグッズ、主役は反響とんです。そうなんだよ、そうなんだけど、カノンの主役、カノンの中での主役はさゆりちゃんだから、ハンギョドン。でもまあハンギョドンとさゆりちゃんは仲良しですからね。こうお隣にいるべきですね。かわいい、カノンの頭が、カロの頭がとってもとってもなんかキュートな丘みたいになってる。丘の上を登るハンギョドンとさゆりちゃん、こうたーなってる。おお、かわいいですよね。さんちゃんカチューシャ似合う、うえ、嬉しい。多分ハーフツインとかした時かな、ごめん、遊んだりとか、あ、そうだよね、なんか結んだ時だよね、多分そういうことだよね。そうそう、シーサンジュなの、行ってきます。サンジュさん、もそさんちゃん、さんちゃんかわいい、さんちゃんかわいい、にゃんにゃん。全然ボソをがっつり読むっていう、ありがとうございます、いってらっしゃい、お仕事頑張って、あらまかわいい、かわいい。サンちゃんの影響で以前反響のくじを聞いてキーホルダーだった、レアファイルがある、いいね。さゆりちゃん映ってた、さゆりちゃん住み家そこでええんかってどういうことよ。夜の韓国語の時はでかいタコ棒で朝はコタコかける、コタコ、コタコ、コタコかわいい、さゆりちゃんです。あ、この絵文字とそっくりだね、いいね、メルヘンの頭になってる。あ、メモに、お、なるほど、あとてにさゆりちゃんが大優勝、悲しかもさゆりん、変顔してもさゆりん、かわいいじゃん足りないさゆりん、なんかこれジャストフィットじゃない？よし、これで配信続けます、ありがとうございます。ということで素敵なさゆりちゃんグッズもいただきました。コメント読んでたら閉めるとこ、閉めるところ分かんなくなっちゃったよ。素敵なプレゼントありがとうございます。そしてですね、お手紙もいただいてまして、ちょっとお手紙はカノンがあのゆっくり後で読ませていただくんですけれども、なんか届いてるかわからないじゃないですか、そうなると。あ、待って、テープも半魚存だ、だからあの写ってもいいパッケージだけ
パッケージパッケージなんて言い方しないか、届いたよっていうことで、ありがとうございます。お手紙読ませていただきます。はい、そして名前が映らないようにね、映ってもいいかもしれないけど人によるだろうから、ありがとうございます。お手紙読みます。そして、あ、これはこっちなら映してる、すごいがっつりお手紙増えてる、封筒で、ありがとうございます。読ませていただきます。ありがとうございます。よいしょ、第一の袋にしまいまして、見て、これもサンリオのやつ、なにこれ、これな、これは何、これは何を入れたらいいんだ、シールなんだ、ミニファイルだって、なにそのかわいいグッズ、見て、ここにミニシールと、シールちょっと今ないけど、こんなのも入ってた、かわいい、マイメロちゃん、あーかわいいね、すごいね、こんなのあるんだね、こんなの初めて見た、ミニシール入れ、ミニファイルだって、えーかわいい、おめめサイズ、ありがとうございます。かわいいでしょね、こんなミニミニのファイル初めて見たよ、かわいい、あいよっていう選択肢なかったの、あら、うん、ありがとうございます。そっか、これのハンギョドンバージョンがなかったのか、ありがとうございます。たくさん素敵なプレゼント、お手紙をありがとうございます。以上になります。じゃあコメント読んでこっかな。おはよう、たい焼きありがとうございます。もう今日はこのこれで、かわいいかわいい、これでいくから、お年玉、あ、お年玉入れたらめっちゃ折りたたむか、めっちゃ500円玉入るかな、あれ、たくさん可愛いのありがとう。なんかちっちゃいものって可愛いよね、大きいものも可愛いけど、なんかちっちゃいものって可愛いんだよね、なんかね。おはよう、ミニ入る、俺のかおちゃんの愛なら楽勝で入るね、え、ミニミニ、しっかりさゆちゃんのガチオータでした。はい、さゆりちゃん、そう、情報、そう、昨日話してたさゆりちゃんの情報をもう一度おさらいしましょう。サンリオさゆりちゃん、ね、さゆりちゃんはね、あ、お友達、あ、たたたたた、5月9日生まれだからお誕生日近いですね、さゆりちゃんとカノンは。いつも明るく元気な楽天か、好奇心がいっぱいのタコの女の子、ほぼカノンですね。ハンギョドンの親友、親友、親友のお隣、さゆりちゃんって喋るの？セリフ。おはよう。マイメロディー、100円ショップ行くとキャラコーナーに行ってしまう、推しの好きなもの探してまうのよね。お、さゆりちゃんさゆりちゃんさゆりちゃんいるかな。
あ、あれですよね、100円ショップ、100均とか、3コインズとかキャラもの結構売ってたりしますもんね。目指せグランプリありがとう。のっちが好きで、さゆりちゃん知らなかった。カオンいつ知ったんだろうな。もともとなんかめちゃめちゃサンリオが好きとかではなかったから、多分どっかでハングドンをプレゼントしていただいた時かな。ハンギョドンいるんだよね、うち隣の部屋にいるかな、ハンギョドン。ハンギョドン隣の部屋かも。ついでに石川さゆりさんの説明をしますか。恐れ多いですね、ちょっと。おはよう、たい焼きありがとう。多分手紙に書いてないのに、カチューシャと一緒に買いすぎて、私も同じの買っちゃった、同じのだって。おそろっち、イエーイ、おそろっち、おそろっち、おそろっち。さゆりちゃん MC でも言って前何言ってんのみたいに言われてた。そうだった気がする。泳げたい焼きくん、まあいい日、さっちゃん今日も朝から頑張ってるね、だってありがとうだよ。たい焼きありがとう。はい、朝からカレーパン美味しすぎる。美味しそう、美味しそう。どこのカレーパン、パン屋さん、セブンさん、セブンさんのカレーパンもめっちゃ美味しいよね。思わず明日話したくなるサンリオキャラクターの世界満載第4回目はハンギョドンです。いつも隣にいるタコのさゆりちゃん、ホットな人間関係や人間味あふれる意外な素顔を紹介します。だってこれ気になるじゃん。人を笑わせることが大好きで、ハンギョドンの周りの人はすっごく楽しそう。いつも隣で寄り添うさゆりちゃんの表情が全てを物語っていますね。楽しそうです。目がもう笑ってるもん。かわいい。今日は手羽先記念日。あっ、手羽先、やばい、ど忘れ。お仕事始めるね、だって。よっしゃー、よ、仕事頑張って、ファイティーン。ずっと一緒だね、親友だもんね。ただいま、おはやさん、ジョークマだって。あ、おかえり、おかえり。おはくま、今日はさゆりちゃん、ハンギョドン付き、おはくま、ゆめくまちゃん、ありがとうございます。おはくま、これクマだよ、耳伝わってる。今日はかわいこちゃんがついてるから、ででー、おはくまです、ありがとう。おかえり、グズレイさん、おはよう、おはよう。こうなってそう、もうずっとこの顔なのかな。そしてイケメンではないのになぜかモテる、人のいい性格にじみてるジェントルマン、わお。ハンギョドン、うーん、あ、見て、彼女は日本出身のタコです。これどういう記事なんだろう、すごい詳しい情報が。まあ、あの公式じゃないかもしれないから鵜呑みにしていいかは分かんないけど、信じるか信じないかあなた次第。分かんない、ちょっと公式なのかどうかも分からない。ちょっと公式なのかな、え、でも書いてある、そうやって、日本出身のタコ。ハンギョドンがもともと中国出身なんだね。でさゆりちゃんは、まあ、さゆりちゃんっていうだけあって日本出身なのよ。だからグローバルな交際を続けてるんだって、この二人は。実は B 型同士、カノンじゃん。
カエルちゃんの好物は餃子って書いてある。え？餃子が好きなの？カルも好き。すごい、なんかこんな情報をどこで知ったのっていうぐらい細かい状況情報が載っててナイスなあれでしたね。ハンギョドン、昨日の朝ツアーのトラニツさんにフラットのおちゃんが少しだけ再登場していたねだって。ね、ちょっとカノンは昨日はね忙しくしてて朝なんか多分あれ違うかな、そう見れてないんですけれども、そう X で見まして、すごいですよね。朝ドラだよ、だってすごくない、すごすぎる、かっこいいですね。メスグランプリありがとうございます、おはよう。レインボースターありがとう。かわいこちゃんがついてる、かわいこちゃんお優しい、うちのが大優勝。今日お袖なのでアイスコーヒー入れました、ちょっとだけ甘くした、甘くしすぎた、あるよね。カロンはあのこれ聞いてほしいんですけれどもあのコーラとアイスコーヒーをマックで頼んだ時があったんですよ。そしたら間違えてコカ・コーラゼロにガムシロを入れちゃって、アイスコーヒーにガムシロを入れつもりがコカ・コーラゼロにガムシロを入れちゃって大変、コカ・コーラゼロが普通のコカ・コーラになっちゃったっていう大事件でございます。皆さん経験はございますか？開けてさ、やっぱ炭酸だからシュワシュワしてる方がコーラだと思うじゃないですか。だからカノンはそれをちゃんと思ってたわけよ。ガムシロ開けて、じゃあ入れるよってなった時に開けてみて、大丈夫、シュワシュワしてる、こっちが、あ、シュワシュワしてないか、あ、違うな、シュワシュワしてないだ、あ、こっちがシュワシュワしてるからこっちに入れれば大丈夫って思ってパッて開けてダッて入れたらコーラに入れてました。大事件です。あんまコーラになっちゃった。大好きもらってるのにスキップしながら仕事行きましたって、いらっしゃいいってらっしゃい、ありがとう、それめっちゃ可愛いやん、そうめっちゃ可愛いの、プレゼントでねいただいたんですよ。イケメン、コンビ泣いてありがとう。日本に流通しているタコがかなりがモロッコ出身です。あ、さゆりちゃん、さゆりちゃんはモロッコ出身、餃子好きなんだって何そのせ、なるほどもちろんカナさん可愛いから余計に可愛くもない、嬉しいです、ありがとう、とりあえず無事にプレゼントしようかね、そうありがとうございます、ハートありがとう、レインボースターありがとう。あー本当に面白い、ハートありがとう。 B 型設定謎だよね、だってどんな血が流れてるんだろう、怖、ちょっと怖かった今、メルヘンな血ですよね。おはよう、間違いさゆりちゃんじゃないかって言われさゆりちゃんとあって、そうやっぱり推しだだけあるね、ファンは推しに似る的な感じで。どこ出身なんだろうね、さゆりちゃん。北海道。確かに。エコミン、ナリタ、ありがとう。レインボーシター、ありがとう。目指せグランプリ、ありがとう。そう、ゼロの意味ないじゃんっていう、そう、普通のコーラになっちゃった。そう、コーヒーもそうなんですよ。そこが大事。コーヒーも泡があるんです。それを、見逃していた。だからそれからは一口飲んでからその同時に頼んだ時はね入れるようにしています。だってコーヒーもあわあわしてたんだもん。
分からない、あれは見た目じゃ。コーラじゃなくて天つゆはもうそれはやばい。残ったブラックコーヒーはどうしたの？あ、ブラックコーヒーはあのブラックで飲みました。はい、はい、どっちもちゃんと飲みました。そう、確認不足だった。確認が泡判断だけでは足りなかった。私がバイトしているコーラ、こうアイスとコーラ同時出しの時はアイスコーヒーのリットにポチッと押す。あ、そうなの。え、かの見逃してたかな、なんかか、そういうのがなくなったのか分かんないけど、ね、間違えちゃった。おはよう、おはようございます。コーヒーのあってクレマって言うんだっけ。だって、あ、詳しい方いらっしゃいますか。クレマ、おはよう、おはよう、お疲れ様です。確認不足じゃん。あ、でも確認は食べたいね。おはようございます。はい先を越された一足早かった方がいた。そう、ニュース速報が入りました。ポンポン、あ、これはちょっとなんかダメだな。ポンポンポン、ニュース速報です。ポップ夫妻に待望のベビタンを、あ、ポップ夫妻が待望のベビタンを産んなされた模様。ちょっとかの絶対ランって分かってるのにめちゃめちゃウに見えてそういうものなのかなって言って思って読んじゃった。もう一度読ませてください。いきますよ、ニュース速報です。ポップ夫妻が待望のベビタンを産卵なされてました。イエーイポッポー、おめでとう。ポップ夫妻おめでとうございます。普通に読めるのに変にちょっと変に読んじゃった、ごめんなさい。産卵だ、産卵、そうですよね。おめでとうございます。あー、めでたい朝じゃん。今日は卵焼きやね。だって残酷そんなわけないじゃん卵、見たい。じゃあ今日は、今日の12時には卵が映せるのか、映せたら映しますね。ドキュメンタリー映像ですねこれは。ブラボー母ポッポさんです。もうママポッポとパパポッポ、ママポッポとパパポッポになった夫ポッポと妻ポッポからママポッポとパパポッポになった。感動的なあったんですちょっとこんな大きい声出しちゃダメかな、ストレスになっちゃうかな。だってもう2メートルぐらい先にいるんだもん。感動だね、ドキュメンタリーだね、地球ドラマティックだ、地球ドラマティック。おはようございます。無事にね生まれてほしいですね。おめでとうございます、ママポッポさん、お疲れ様です。ちょっと静かに、はい、ということで今日は、今日はどうしようかな。ワンポイント英会話、ワンポイント英会話、ワンポイント英会話何にしよう。なんかもうそれどころではない
大事だけど、大事なんだけど、ちょっとこれが衝撃的すぎて、ニュース速報が。ちょっと時間的にもね、ちょっと今日はワンポイントエカーをお休みさせていただこうかな。ドラムちゃんが転んでありがとうございますね、たくさんありがとうドラムちゃん。なので皆さんもちょっとニュース速報ぜひあのポストで皆さんに教えてあげてくださいニュース速報ですって言ってポッポブさんにベビタンが生まれましたって伝えてあげて。なので今日はあのワンポイント英会話をお休みさせていただくね。ありがとうね。あ、レイブも考えてくれた。あ、ごめんね、ありがとうね。そう、もう8時になっちゃったから、サンデスタイムに行かせていただきます。はい、では12時のポッポさんの12時のお知らせを皆様お楽しみにお待ちくださいませ。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って登場。13位、ゆまちゃん、アトムーク、初恋サイダー、キスをあげるよ、今気づいた思い、大好きなみぎゅん、ありがとうございます。12位、マー君のおじさん、アトムーク、ヤコホミピッケル、ありがとうございます。11位、ムアン、アトムくん、アン、ヤコホイミー、ありがとう、 Thank you、 目が回ってる。10位、ネバーサマーさんです、アトムくん、ヤコホイミー、アーティテイン、ありがとうございます。9位、ヤストシタムルさんです、アトムくん、ヤコホイミー、ありがとう、パチ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 。8位、キミタンさんです、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう。7位、リルケさんです、押したら引いてまた押せ押せ、 Thank you、 ありがとう。6位、つかちさんです、あともくやこみに、かのんちゃん好き好き大好きのよ、ありがとうね、好き好きチキチキ、 Thank you、 ありがとう。5位、しょうちゃんさん、ありがとう、 Thank you。 4位、トップさん、ありがとうございます、イエイエイエイ、ありがとう。そして3位、カスモビッグバンさん、トマクメリカの推し、ヤコミルもありがとう、イエイ。そして2位、イワマンです、今さっき消した、ありがとうございます、素晴らしい、ありがとう。そして今日の第1位はトゥル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 じいさんです、ヤッコーリン、今朝おかえり、大大大大大好きポッポよ、大好きポッポよ、 Thank you、 大好きポッポ、大好きポッポ、ありがとう、素晴らしい、ポッポッポッポ、ありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんは、タラタタタン、ちいさんです、ありがとうございます。あなたもぜひ後も結婚になっちゃってくださいね、キュッ、ありがとう、ちいさん、 Thank you。 はい、ということで今日はとてもめでたい朝となりました。少しでも気になってくださった方はぜひここの後ピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてくださいね。 X には12時にホッポフさんへの卵が見れるかもしれないので、ちょっとね、やっぱ温めてて隠れちゃってたら、もしかしたら映る映像には映せないかもしれないけど、でもちょっとこの後ねしっかりと収めてポストしようと思います。はい、うん、素敵な朝でございました。皆様朝から見に来てくださってありがとうございます。それでは今日もこの辺ね、またこやね、ありがとうございました、バイバーイ、また夜配信かな、時間は未定です、お待ちしてます、バイバーイ、いってらー、またね、好きすぎてどうしよう、どうしよう、どうする、またね。
ありがとうね。コメダチもハオバイバイ。またね、おはようバイバイ。大好き、ありがとう、バイバイ。めっちゃありがとうね。いやー、おめでとう。ありがとう、めでたい。